ああ、よかった、でも、東京都九段の悪夢。運気がいっぱいですね、ほんとに。あ、小日向くん。今日はキャバラへ行ってメモリーカードを買ってきてくれないかな。仕事にも、あ、仕事にもだいぶ慣れたある日、ガマゴーリさんから使いパシリを頼まれた。週刊ファミ通ーのレビアーの吉池マリアさんを知っているかな。まとめて30枚ほど必要だって言うんだよ。 吉池さんですよね知ってますよ。何度か見かけましたから。美人なのにくしゃみは豪快な人でしょそうなのくしゃみはわからないけど天気もいいし、他に仕事もないようだったら、お散歩がてらどう <laughs> よく見るとこの人アロハシャツ着てる。もちろん俺は喜んで引き受けた。会社公認で外をブラブラしてバイト代がもらえるんだからな。まだ資料室のお宝を物色するチャンスには恵まれていないが。 これはこれで楽だからな。それでいて、吉池先輩に感謝してもらえるんなら美味しいはずだ。彼女、美人だからあのくしゃみさえ我慢すれば、彼女候補に加えても OK。くしゃみそんな感じだったっけ。俺は代金を預かって会社を出る。本当に天気がいい。会社の向かい側は内堀通りを挟んですぐに皇居のお堀だ。さて、どのルートで向かおうか。 ええどうするとわかる。なんとなく内堀通りにしてみる <laughs> そのまま少し歩くと靖国通りへ出た。右に折れて皇居を巻くように東へ向かう。やがて右側に <laughs>、<laughs> 有名な建物が見えてきた。日本武道館だ。遠くからでも建物の先についている変な玉ねぎのような飾りがよく見える。 あれってなんかやっぱさ、アラジンとかさ、そういう系のイメージだよね。武道館の前を横切ると、地下鉄の入り口と次のお堀が見えてきた。空檀下だ。案内板によると、この右手のお堀は牛が淵と書いてある。なんとかなんとか神保町、小川町とかいろいろ交差点を越えて、 それぞれに賑やかな場所だけど、古書店街だったり、スキー用品店が並んでいたりと、歩いていて飽きない。須田町で左に曲がれば、もうそこは秋葉原だ。よし、満喫してやろう。俺も一回なんかそのルート通ったことあるな多分。歩いて。戻りました。すっかり日も暮れかけた頃、俺は会社に戻った。お帰り。 悪いけどそのメモリーカードを吉池さんにそのまま渡してくれるかなと蒲郡さんお釣りだけ渡して6階にある週刊ファミ通編集部まで向かう俺の ID カードで開くのか日に人事部長が言ったことが気になったがピッという軽快な音とともにロックが外れたなんだよ簡単に入れるじゃんひょっとして俺の ID カードは全室出入り自由か のバカタールじゃん。ここはファミツーの編集部か。ファミツー編集部に入るのは初めてだ。なんだか人が多くてザワザワしてるな。お、あそこにいるのは面接した時に会った加藤編集長。鼻にペンを刺している。マジかよ。やっぱ本物のバカだったんだな、あいつは。あそこで椅子3つを並べて寝ているのは徹夜明けのレビュアーか名前はなんて言ったっけ。神風。そよ風だったか。 資料室のアルバイトくんぼーっとしていたら声をかけられた。お、吉池さんだ。いつ見ても綺麗だな、おい。うさんくさそうなオタク揃いのファミ通で、まさに吐き溜めに鶴だぜ。メモリーカードを持ってきてくれたんだよね。あ、はい、これです。ありがとね。本当は自分で買いに行かなきゃならないとこなんだけど、忙しくてさ。 助かった助かったで実はもう一つお願いがあるんだけどえのな何ですかあえてそんな言い方をするってことは何かやばそうなお願いかしかしこちらをじっと見つめる眼力に負けて俺はちょっと面倒なことになりそうだなと思いながらも話を聞くことになった <laughs> また分岐じゃなかったお疲れさん今日はもう上がっていいよ 8階に戻ると先輩が声をかけてくれた。今のところ普通のバイトなんだよな。ところが吉,吉池せ、さんから一つ頼まれ事されちゃって。古い紙面で使った写真を見つけてくれないか。というのが吉池さんのお願い事だった。古い写真か。そりゃずいぶんと大変だね。10年以上前のものは地下の倉庫かな。倉庫のキャビネットに、 年と月後、ページ別に印刷所から戻ってきた写真がしまってあるけれど、一人でも見つけ出せるかな大丈夫だと思いますよ。もう少し吉池さんへの印象を良くしようとそう答えた。これ俺が持っていけば、吉池さんは感動して俺に惚れるかもしれない。まずは手始めに、今日の夕食を奢ってくれるな。絶対。そしてそのまま飲みに行って、 吉池さんは酔っ払って俺にしなだれかかってくる。一人で歩けない吉池さんを、俺は彼女の一人暮らしのアパートまで送っていく。すると突然、彼女は俺に抱きついてキスを求めてくる。ああ、そんなまだ早いですよ、と俺は言いながらも、彼女の酔った甘い息を吹きかけられて。ちょっと、小日向君くん聞いてるあ、あ聞いてます、聞いてます。大丈夫っすよ、俺一人で。<laughs> すごいありきたりな妄想してたね。 なら入り口は地下の電動食堂のとこね。その脇にある扉がそう。君の ID カードならそのまま入れるよ。本当に申し訳ないけど、僕はちょっとこれから外出したまま帰宅するんで。君を資料探しておきーうシーケさんに渡したら、そのまままっすぐ帰っていいから。わかりました。お疲れ様です。そう言うとがまごおりさんは会議自宅を始めたので、俺は地下に向かった。 でも今こういうのって全部パソコンにちゃんと入れてんのかなもう夕飯の時間もピークを過ぎたようで電動にやってくる人の数も少ない電動の隣に扉が2つある何だよどっちの扉か教えてくれなかったじゃんどっちの扉が正しいんだえっどっちでもいい左の扉についたパネルに ID カードをかざしてみた アルバイトってしっかり書いてあるんだね。少し嫌な間を置いてピッと音がした。扉を開けるとそこは真っ暗闇だった。マジかよ、なんか不気味なところだな、ここ。とっとと写真を見つけて早々に退散しよう。手探りで入口脇の壁際を探る。なんだこの感触は。なぜか濡れたコンクリートの感触。一度扉の外へ頭を出して見回すとスイッチが見つかった。 これが電気に違いない。スイッチを入れてから再び中を覗き込む。あ,あ、うるいな。薄暗い明かりがついたが、嫌にいい気ちっぱなしの黒いと壁の通路通路というよりも機械室のような雰囲気。何かの機械を、何かの機械のコドーン、ボーン、ボーンと低いうなり声を上げた。濡れていると感じた場所は本当に何かの液体が滴たり干して濡れていてやだね。 指先の匂いを嗅ぐ。少しカビ臭い。倉庫ってどこだよ。不安と不満がない、ない混ぜになりながら曲がりくねった通路を進む。もう一つ扉が現れた。戻るんなら今のうちだが、こんな簡単な仕事一つできないと思われるのも面白くない。ノブに手をかけると意外にも軽い感覚。ど, <laughs> どうやら鍵はかかってないみたいだな。 思い切って扉を開けると、その先にも同じような通路が続いていた。もうどれくらい歩いたんだ。こんな馬鹿な話があるわけない。ここは会社の地下だろ。う。なのに、俺はもう15分近くぐるぐると歩いている。どこも同じような壁、どこも同じような扉。だが時折数段の階段があり、どんどん深く潜っていっているのがわかる。 ところがたまに道が分かれていたり、上りの階段もあったりして余計に混乱が生じ、自分が来た道にすら戻れなくなってためっちゃ怖いなそれ。まるでゲームに出てくる地下ダンジョンだ。唯一の明かりである蛍光灯はところどころ消えかけていて、チラチラと瞬きながら不安を増長させる。あまりに帰ってこなかったらきっと誰かが探しに来てくれるよな。そう自分に言い聞かせて歩き続ける。 でも俺がここにいることを知っているのは仕事を頼んだ吉池さんとガマゴーリさんだけ。しかもガマゴーリさん帰っちまったし、やべえやべ、え、つまらないこと考えてると余計不安になっちまう。やがて通路の天井近く、高い位置に明かりどりの窓が現れた。はめ殺しのようで、月明かりで外がぼんやり見える。あれは大きな玉ねぎ。昼間見たやつだ。武道館。 するとここは九段下そんな地下に事態が飲み込めない。が、歩いた距離と時間を考えると辻褄が合う。そんなヒロインか地下。九段下牛川淵。なんでこんな場所まで通路が続いてんだ嫌な汗が一気に流れ落ちていく。ある SF 作家の短編に、九段の母という話があったことを思い出した。 どんな内容がほとんど覚えていないが、牛にまつわる話だったような、なんだそれ。西日本一帯に伝わる九段という妖怪の話も思い出す。九段は人弁乳牛と書く人面牛身の生き物だ。話によっては、牛面人身の県もいるらしい。ギリシャ神話で語られる半面人身のミノタウルスや、 地獄の極卒である牛刀みたいなもんだ。牛塚な。稀に牛から生まれ、人の言葉を話すという。九段は生まれ落ちてから数日の命だが、その間に何か一つ必ず当たる予言を放ち、死んでいくとされている。<laughs> ヌーベイで昔見たな、そんなの。1945年、終戦の年だ。西日本一帯では九段が生まれ、お盆に戦争が終わるという欲言を放って死んだという噂が流れた。事実。 8月15日に戦争は終わっている。いろいろな牛に関する話を頭がよぎるが、うん頭、うん話が頭をよぎるが、うまくまとまらない。同じ SF 作家が書いた話で、何か他にも牛に関する話があったような。畜生、思い出せね。なんかそういうのあれでなかったっけ藤子、藤子 F 藤岡藤子 F 藤尾短編集で。 なんでこんなに牛のことが頭から離れないんだ牛のことなんかどうでもいい。それよりもこの場所から出ることを考えろ。それが先決だ。また扉だ。どうせ俺には先に進むしか道はない。俺はその扉を押し開いた。なんか地下帝国みたいな。ありそうだよね、どっかにね。その扉を開けるとジメジメとした風を感じた。 目に飛び込んできた映像は明らかに今までのものとは違っていたそこは通路とは違った巨大な空間だったしかし出口ではないというよりその空間で行き止まりだった今俺が入ってきた扉がたった一つの出入り口どこかで間違った道を選び俺は外れを引いちまったわけだ他の道を選び直すか諦めにも似た感覚で今閉めたばかりの扉に向き直るすると 小さくカチッとジョーの音がした。案の定ノブを回してももう開かない。えー、閉じ込められた。そんな誰か鍵をかけたんだ。誰かが俺の後をついつけてきていたのか。出してくれ誰か。こっから出してくれ。なんだよここ。やば。これはつらいね。 力の限り泣き叫びながら扉を叩くが、完全に閉じ込められた閉,閉鎖的な密室で、俺の声が虚しく反響するだけだった。俺の声は俺の耳にしか届かない。泣き崩れる俺の背後に何者かの気配を感じた。ああ、なにこれ、カッパえこの部屋に誰かが潜んでいた。ああ、めっちゃ振動してる。慌てて振り向くと、俺は二つの影に両肩を押さえつけられた。 暗くてよく顔が見えない。カッパっぽくね次の瞬間軽いめまいを感じ、俺はそのまま意識を失った。気づくと祭壇のような場所に、俺は後ろ手に縛られていた。まるでまな板の上の鯉だ。まな板そういえば昼間通った道に、これなんて読むんだね。まな、まな板って読むのかな。のつく地名があったような。ここはそのあたりの地下か するよりなん,で俺 <laughs> なんで俺は縛られている俺が何をしたって言うんだ日本の階段は因果応報が原則だろうそう叫びたいところだったがあいにく俺の口は高速具で塞がれていた俺を取り囲む覆面をした浅黒い肌の男たち日本の階段のルールも通じそうにない何かをブツブツを祈っているようだがうまく聞き取れない英語ではないようだ かといって聞き慣れた日本語でもないようだ。どこか地方の方言。するとその中の一人がすっとこちらに歩み出た。手には何かを持っている。首何の牛の首その時ふと、SF 作家の、小編かなのタイトルが牛の首だったことを思い出した。数年前に噂が流れ、興味本位で色々と調べた記憶がある。 江戸時代に牛の首という恐ろしい怪談があり、あまりに恐れすぎて内容を書くことができないという代物だ。内容が知りたかったのに教えてもらえなかった主人公は結局どうしたんだっけ噂では、あまりに恐ろしい内容で書かれなかったはずの牛の首の内容が誰の創作かネットで記されていたけど、あれは確か、ダメだ。どんな結末だったか思い出せない。 牛の首を持った男が俺の前に立ち止まりおもむろに手に持ったその首を俺の頭にかぶせるええー、やだうあ思い出した藤子不二雄のやつあれだミノタウルスのサラダはふうすっきりした思わず吐いてしまいそうになるほど臭い本物だこの首本物の牛の首だやだ 中身はくりぬかれてから時間は経っているようだが、獣臭さが鼻をつく。牛の首のせいで視界もほとんど奪われ、音もくぐもってしか聞こえなくなった。ああ、そうだ。噂での牛の首の結末をぼんやりと思い出してきた。確かこれと同じ状況だった。牛の首をかぶせられた村人がいたのだ。そうだ。あれは飢えて食べるものがなくなった、ある村の人々の話。飢えが極まった彼らがどうしたかというと。 それは人ではない、家畜だと罪悪感を紛らわすため、死んだ村人にの首に牛の首をかぶせてその肉にありつくという話。はぁ、あ、恐ろしいや。じゃあまさか俺はこれからこいつらに。その時、背後の扉が開いた。視界も悪く、ひどい匂いで頭がガンガンし、辺りで何が起きているのかわからない。動くなその声が俺にはっきりと聞こえた。 最後の声だったような気がする。助かるかもしれない。そう思った途端、俺は緊張の糸が切れたのか意識を失いつつあった。あとはぼんやりとする意識の中で怒号と罵声、そして銃声が混ざり合い頭の中を埋めていった。果たして俺は助かったのかえあ。目覚めると俺は自宅にいた。なんで俺は自宅にいるんだあれは一体何だったのか夢いや。 鼻の奥には獣の匂いがまだ残っている。間違いなくあれは現実だ。ひどい汗をかいている。意識をはっきりさせるため、顔を洗いに俺は洗面所に向かった。そして覗き込んだ鏡の中に、有名人心の化け物を見つけ、ぞっとすることになる。あははそうか、俺は苦弾になったのか。俺は改めて牛の顔に触る。それはもう頭にかぶせられた牛の首ではなく、 俺の体に完全に同化していた。俺が目を動かすと牛の目も開き、口を開けば口も開く。振り向くとそこには俺のおふくろが悲鳴を上げていた。おふくろ、俺だよ、おさむだよ。それを伝えようと手を伸ばし口を開く。この世界の終末を見届けるのはプライムロッピー。それは避けられない現実なのだ。 意識とは裏腹に俺の口から発せられた言葉は全く理解できない意味不明の言葉だった。<laughs> 意味不明って言われた。そうか。普段は予言する。必ず当たる予言を一つ残すのだった。あ、残すのだ。そして数日後に死ぬのだった。ただ一つ気になるのはその予言が当たるかどうかを俺自身が見届けられるかというとことだった。終わり。怖。 そうミノタウルスのさ、確か猿の惑星的な感じで、なんか人間と牛の立場が逆転した世界の話だっけな。ロッピーとミアがね、前話しったんけです、ね、いや、ちょっと面白かったね。はい。でね、ちょっとね、これなんかいくつか選択肢があるようなんで、ちょっとそれも次やってみようかな。というわけでまた東京でお会いしましょう。プライムが喋ってました。バイバイ。